カブトガニすげえな。天然記念物を追った天然記念物が。交尾しようかな、2匹おる。これ絶対交尾しようんだ。カブトガニ。ちょっと川がちょっと水がもう満潮すぎるので、今日はちょっと海に来てます。海でちょっとシーバスじゃなかったチヌを狙ってますよ。前回ねカニだけ取ってから全部ね逃がしに行ったんよね、カニをね。カニせっかくブチ捕まえたんやけどさ、釣り行く時間がなくなったけど、こいつらみんな逃がしちゃろうかと思ってね。かわいそうよね、カニ見よったらね、なんかねかわいそうになってきてからさ、こいつら海に返しちゃろうかと。よし、ここのあれどっか、この階段の辺に逃がしたら逃げていくんじゃないかな、勝手に。でで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 。魚に食われるな。ちょ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 。よし、じゃあね、お前たち。ほら、家の海に帰っていきようやつだ、お前。死んじゃうやつもおるんだよ、これ。生きちゃった、生きちゃった。ヤドカリもおったで。ヤドカリも捕まえちゃったんか。みんな海に降りてった。おい、起きれ起きれ、お前たち。大丈夫やろ、こいつらだってもともとあれじゃ、干上がった時に出てきたカニやけ。もともと海の中におったんや。見て。ん？ヤドカリおったや。相方にチヌを出すべく。今水門周りから攻めてます。そこがチヌおりそうやけど、ね、多分食うよ。食うと思います。チヌが釣れるのか。ジグヘッド 1.5g にカニをつけてます。そうそうそう、そんな感じ。常にラインテンションでしょうか。
ちゃい。さあなんだ、葉っぱがついちゃう、葉っぱがついちゃう。でかいんやないんか、でかいと思わず、そっちの糸に巻き込ますね。ワイヤーの方に、ワイヤーの方にかす。そう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 、でかいやろ、でかいでかいでかいで、それでかいでかい。よしよし、ちょっと待って、ちょっと上越える系。息吸わした方がいい。うん、息吸わした方がいい。ちょっと待って、ね、釣りました、やっと釣れた、よかった。今日の目標達成、ジグヘッド、ジグヘッド 1.5 グラム。